あ、どうぞ。あ、すいません、ありがとうございます。ちょ、なあ、これやばない？あ、見た、ローリングのやつだろ。気合入ってるよな。あ、スイ君とか呼んだよ。あ、あり。あ、あの、すいません。あ、何？いや、そこ、お姉さんに譲ったんですけど。は？その席、お姉さんに座ってもらおうと。知らねえよ。は？空いてたから座ったんだろ。何？犯罪？いや、そういうわけじゃなくて。ああ、今向かってるよ。どれぐらい？あと20分ぐらいでしょ。20分？ああ、お前ふざけんじゃねえよ。ほら。ああ、今結城といいんだけどさ、あの動画さ。お兄さん。ああ、そうそう。え？電車ですから。うぜえな。ああ、また電話するわ。ああ、さっきの何なんだよ、さ。いや、なんだっつうか。え？もしかして喧嘩売ってんの？いやいや、そういうわけじゃなくて。ほら、見て。妊婦さんよ。だからなんだよ。いや、え？席譲ろうとか思わないわけ？なんだ？譲んなかったら悪いのか？あ？いやいや、だからそういうわけじゃなくてさ。あの、もういいですから。いやいや、よくないでしょ。おい。さっきから何なんだよ、さ。腹立つな、お前。やったるか、こいつ。いいね。うん、まだ。いや、なんか揉めちゃってさ。今そっち何人いんの？そう、できるだけでいいからさ、兵隊集めてくんね。うん、悪いな、頼むわ。うん、はいはい。おっさん、ちょっと付き合えよ。ちょっと、いい加減にしてください。警察呼びます。いいから、お姉さん。いいよ、時間あるから。次の駅で降りな。お、結構集まったな、10人ぐらい。あ、時間なかったからな。悪いな。いや、十分よ。サンキュラン。うん。あのさ、正義振りかざして生きんのも結構だけどよ。相手は選ばねえとさ。お前ら、暴走族？いや、元はそうだが今は違え。まあ、どっちかっつうとヤクザよりかな。よりだ、そりゃ。ヤクザにケツ持ってもらってるお子様が生きがんだよ。お前、状況見えてんの？あ？これから喧嘩すんだろ？こっちは捨て頃だよ。お前らは道具でもチャカでもあるもん使って言えぞ。聞かれてんじゃねえかこいつ。ヤクザ映画のファンなんじゃない。まあいいや、泣いて土下座したら許してやろうと思ったけど、徹底的にやるわ。お前、むしゃむしゃうるせえやつだな。何、口喧嘩すんの？あ、あ、いいからかかってこいよ。お前ら、やっちまえ。嘘だろ、まだ5分も経ってねえぞ。お前らひょろいな。ちゃんと飯食ってんのか。なんだよこいつ。で、お前はどうすんの？相手になるぞ。いや、ほら、兄貴、すいません、遅くなりまし。うわ、なんすかこれ。え、これ全部兄貴がやったんすか？あ、うん。うわ、やっぱ半端ないっすね、兄貴。うちの組じゃダントツだけど、ここまでか。組？こいつらが大したことなかっただけだよ。いや、にしてもでしょ。で、なんすかこいつら。知らん。そこら辺の半グレらしいが、ヤクザがバックにいるんだってよ。調べてくれ。あ、はい。まあこんな奴らのケツモスぐらいだ。大したことねえんだろうかな。あ、あの、こいつはどうします？とりあえず事務所に連れてく。事務所？わかりました。おいおい、あの、あなたたちは、あ、昇竜会だよ。分かってて喧嘩あったんじゃねえの？昇竜会？お前、やべえ人に手出しちまったな。そんな、まあ、ついてこいよ。どの道選択肢なんてねえぞ。お前さ、妊婦さんには優しくしろよ。はい、あの、泣いて土下座します。この前ファンとエッチしてさ、なんかインスタの DM が来て、会いたいですみたいな。で、写真見たら、まあまあまあ別に普通の子やったから、まあ福岡来るんならいいよみたいな感じで言って、まあ会ったのね。で、まあ飯食ってさ、まあ、家でイチャイチャするやん。で、あの、マジな話な。イチャイチャしながらさ、その、体を触っていくわけよ。そしたらその、なんか懐かしい感覚があるわけ、ここら辺に。あれみたいな。なんか俺のよく知っとる感覚があるわけ。いやでもそんなわけないと。もう普通に女の子なわけ。顔も女の子で、声も女の子で、もう匂いも女の子、もう女の子なわけ。普通に。で、OL やってますみたいな。いやいや待てと。いや、なんか入れとる女の子特有のと思って。こう服を流してさ、
ドンってやってもさ、すごいもう立派な石もすが、デンみたいな。運じゃねえよお前、運じゃねえよお前、言ってそういうの、ちょびっくりするからさ、さすがにびっくりしたよな。まあイチャイチャしたんやけどさ。